9月、8月末ね。俺は何も知らない、本当に。俺は無実だ、頼むお願い。ごめんなさい、頼む信じてくれ。おぎやぎ、俺は無実。待って。まず、ポッドキャストでまだ今あれなんだよ。今何ですか？ポッドキャスト中なのよ。俺は無実。いや、ポッドキャストだからまだ今分かってないの。俺は無実だ。これだけ頼むよ。説明しないと。違うんですよ。本当に違うんですよ。待って。俺は無実。待ってって。今これ、ポッドキャスト聞いてる人が、何が起こったのか分かってないから。分かってないんで、まだその話はしてない。ラジオ中だったら、話は繋がってない。出よう出よう。出ようじゃねえよ。出なくていい。言っていいから。そうね、だから、何があったかっていうと、ラジオ中にね、飯塚さんの電話あったの。あれ、2時半。声乗ってんの ?2 時半。俺の声って乗ってんの乗ってない。あ、乗ってないの。あ、じゃあセーフセーフ。電話からちょっと漏れた声も出てる。ややこしいな、じゃあ。俺も、まさか矢作さんだと思わないじゃん。やってた。ああ、そういうこと。そう、裏やってたら。まず説明させてくれ。説明を。セーフな感じあれ。説明、声出ないか、じゃあ。声乗ってないね。多分乗ってない。すげえ人来たら、まず誰が来たか教えようか。今、山崎でしょ。山崎っていうのは、ザキヤマの方ね。いや、山崎つもさんじゃなくてね。つもさんも憧れてるからね。飯塚さんな。それ、危ない。山崎つもさんだと思ってずっと聞かれてた。ずいぶんキャラクター変わってると思われるもんね。でね、これは珍しいメンバーだね。いや、だからここら辺が、ここら辺ちょっとよく。誰？違う。ここが、まだ喋んないじゃね。ここ大丈夫なのかな、その、許可的な。大丈夫ザキミヤに。確かに違う事務所の芸人さんがいるんだよね。後でどうにか気合で大変なんだよね。違う事務所のマネージャーは。そう。いや、ちょっと面倒くさいでしょうね。俺たちはもうね、なんつったって何がなるよ。どうにかなる。あと大水ね。大水ラバーガール。そうで小島、S ミュージックのね、 S ミュージックの2人もちょっと駆けつけてる。大丈夫なんですか？大丈夫なの？なのかな。明日マネージャーさんに俺言ってる。あ、だからいいじゃん。一切喋んないで。いやいや、喋ったことを俺が言うから大丈夫。名前伏せて喋ってる。マジや。そう。名前伏せて。 S ミュージックさんのケージマ Y ヨシオ。 Y シオ。 ほぼ分かっちゃった。 Y シオ。 Y シオ。 それでいいんじゃない。でも何よりもだって主役はちょっとごめん、俺なんかしゃしゃり出ちゃったけど、一応こう。そうよね、この倉さんでしょ。まあまあね。あと、あれだよね、カモメンタル、チャンピオン、ケーメンタル、ケーメンタル、ケーメンタル。あれ、おめでとう。ありがとうございます。おめでとうとかもう全部ね、お祝いしていただいて、はい、ありがとうございます。っていうのはね、大倉がね、問題を起こしたの。ラジオ中にね、飯塚さんから電話かかってきて、何してんですか。あれ、ごめんなさい、その、まず飯塚さんがさ、俺さ、電話をさ、しかもオンにしてたの。バイブでもなく、たまたま、なんでやっちゃったんだ、たまたまだったのよ。そんなことあんの。そう、それでああと思って飯塚さんが出るじゃん。そしたら飯塚さんが今ね、飲んでるから来ませんかっていう飲みの誘いを。で、おお、今ラジオ中でバカみたいな、いわゆるその何やってんだよみたいな、終わると思いきや、ちょっとポロッと評価の飯塚が誰と飲んでんのっつったら、いや、ザキヤマと大倉さんと、あ、大倉とあとこれからカクちゃんがみたいなこと言うから、ちょっと待てあれおかしいぞと。今度ごめん、急によくできた今度だよね。そういう意味じゃん。そうごめんなさい、カモメンタル的なね。カモメンタル的な、ケーメンタル的な、ケーメンタル的な話を続けようとはしたんだけど、待てと。大倉がいる、あのラジオの本番中なんだけど、大倉はうちのラジオの作家なんだけど。そうだよね。要するにいなきゃいけないんです、本当はここに。いや、そうなんでしょ。そうですよ。木曜日の深夜っていうのはね、羽根の扉の回だね。もともとね。もともと。だからちょっとね、羽根の扉、これは木曜に移動してから大倉ね、あんま来れなくなっちゃったの。はい。羽根の扉終わったの。で、終わったから、本当はもうないの。なのになんか来ない。なんか理由つけて来ない。なんか来ない。なんか来ないなぁと思ってさ。で、小本さんが僕が入ってやってくれてるから、小本さんいるからいいんじゃないかぐらいの感じなんだろうね。それでまあまあ、何かしら理由つけてんだろうね、会議があるとか。と思いきや、今日に限ったら飲んでた。いや、たまらない。びっくりした。ちょっと待って、待って。で、じゃあ、で、僕らです。あれ、電話出なかったの？その後、ちょっと待って、一回、おぎやぎがの話。ちょっとさ、それも面白いじゃん、飲んでる。まあ、面白い。これはさ、
このアクシデントの笑いっていうのかな、なんかラジオで、いいよね、いいよね、この生な感じ。じゃあ大倉に電話して、ちょっと言い訳とか聞きたいじゃない、ね、で出ろって言ったら出ない。でヒゲちゃんが、大倉の携帯に電話した、で最初かかったけど出ない、出ない。でその次電源切ったっていうね。直列ですよ。直列ちゃんもね、もう完全に家に走ったって。インドバレてる。そう、すげえな。バレてる。だから俺もごめんなさい、正直全くそれを覚えてなくて、そうだね、今日のお元気なんで。まあ分かる、それは分かる。俺がまず大倉さんに電話したわけ。これすごいいろんな流れなんだけど、まず俺は終わって、まあすごい恥ずかしい、もうこれ言うのちょっと恥ずかしいけど、結構今日仕事で手応えあって。喋んなくないわ。大倉さんのせいだよこれ。喋んなきゃいいよ。それ喋る必要ねえよ。そこはどうなんだよ。いやそれで飲みたくなっちゃった。でそれでまあ手当たり次第に電話してたから。でなんとなくちょっとラジオっていうのよりはおぎやぎやすればまだフランスにいるなと思って。そっちのイメージね。そうそう。それで大倉さん電話したらそれは出ない。飯塚さんにも電話して。出ない。それ大水君に電話したら出て。それで飯塚さんと飲んでるもん。まあ逆、もうそのおぎやぎパターンです。だからさ、電話したら出ない。いや、だからそこでプチ大倉みたいなのが始まってるわけで。大倉現象あったの。いや、そしたらまあこの男はやっぱ酔っ払うとね、飯塚さんはもう気づかないから。で、そしたらそこに飲みに行くわ。そしたらあの、K メンタルと、ね。K メンタル ?K 自慢 YC が。YC がいたのね。ねえ。S がいたんだ。S ミュージックの。S なの KK ねえでね、有名な。S なの関係ねえで有名な。いやそれでそこに行くって言って向かってる途中に大倉さんが繋がったわけよ。から電話あって、ね、今の会議中だから1時間ぐらいしたら、行けるかもしんないみたいな。で、あ、じゃあ分かった。でも俺はどっちかでも捕まっちゃったから、まあ正直ちょっと大倉さんへの熱もちょっと冷めてた。なるほどね。そしたら、結構、思いのほか、早め30分後ぐらいに、あ、行けることになったから、今から向かうわって言って、合流して飲んでた。それは何時なのそれは。でもあれ1時過ぎぐらいか。1時過ぎって1時から始まったけど、1時過ぎだったらいいみたいな感じだったじゃん今。違う、これは俺いいんですか、もう喋ってそろそろ。ちょっと待って、携帯見て。いやこれだって何時かしっかりまず時間をね。これは何時だよ。そうだよ、そう、時間が時間だから。それはなんかその俺は大倉さんの方に加担してるとかそういうことじゃなくて、単純に何時に俺がもうちょっと今酔っ払っちゃって、何時に飲んでたか。うん、そうね、結構飲んでんのね今日は。結構飲んでます。そうそうそう。あ、ごめん、あの大倉さんから電話くれたのは12時。それは一応よ、アウトだ、アウト。12時にもう行けると、その今から向かうみたいな感じで。そっかね、それまあそのまま電話いただいて、あ、じゃあまあ合流しようかなんて。合流したら多分ちょっと1時ちょい前ぐらいだと思うんですよね。じゃあ完全空気がなかったってことね。これはいいですか、もうそろそろ。そろ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 いいですよ。ではしゃべっていいですか。これは俺はもうもちろん会議してます、いつもこの時間に。それでザキヤマから電話かかってきた。それで電話かかってきて、俺が、いやもうほんと会議中だからって言ったわけよ。それは言ってたね。言ったの。それで、切ったら、思いのほか今日に限って、早く終わったわけよ。会議が。そうそうそう。今日に限って。で、ザキヤマに電話したら、今どういう感じなのって聞いたら、今、カモメ、ケーメンタル。おぜえな。もうほぼ言っちゃった。と、あと、小島さん。小島さんがいる。おせえつんだ。小島は一緒ね。で、こっから先は、あれだけど、分かった。あれだけど、分かった。でも、俺知ってると思いますよ。お互い知ってると思いますけど、ザキヤマさんの誘いっていうのは、なかなか断れないと、もちろん。知ってますよね。まあ今の聞いた感じだと、そんな、冷めてたんだね、もう。飯塚さん捕まっちゃったし。いや、捕まっちゃった時はね。確かに、もう、俺も、だってほら、まあ本当に最後何度も言わせないでほしいけど。手応え感じたんだ。いや、言うんじゃないよ、マジで。バカタレが、おい。で、昔のサラリーマンの人に言うつけて飲んでるだけで、手応え感じて飲んでて、滑ったら飲んでて。
平成の時そうそうそう平成の時それが見つかったのよ。で、それで電話した瞬間に断れないってもあったけど、うん、ちょっと正直、うん、今日はあのほら角ちゃんも入籍したし、うん、ちょっとあの喋ったことない、うん、ヒューメンタルさん、うんうんうん、もういるっていうから、うんうん、それでザキヤマさん誘いじゃないですか、うん、だからまあ、うん、こっち言わなきゃバレないなってちょっと正直ちょっと正直わかるわかるかもね。もちろんでやっぱ結局バレるのが遅れっぽくね。すごいね。絶対バレるんだよ。その後ですよ、うん、その後ですよ、うん、バレあの言わなきゃバレないって、俺はそれを言わなきゃバレないってことを二人に言えばよかったのに、うん、それを、うん、あのなんて言ったらいいの、普通分かってると思ったのよ。飯塚さんが言っちゃったけど常識として。その後切れたでしょ、どうせ飯塚さんに。飯塚さんが電話で大倉どういうことなのって言った瞬間に木曜日メガネビーキだって常識だろって俺ぶち切れた。ほら他の違い、これは多分今大倉は飯塚さんに切れてるぞって言ったら、うん、もううちのスタッフはそれは他の違いそう完全に切れた他の違いだよな本当に、うん、いやそれまでね、うん、結構ね、いろんな話してたわけ。そう、ワイワイやってたんだよ。ワイワイやって。で、本当にびっくりすると思うけど、大倉さんがそのね、やっぱり大倉さんだなと思うけど、教えて。その驚愕の事実が、うん、俺がちょっとトイレ行こうと思ったら、まず飯塚さんがね、テンパってんのよ。多分飯塚さんも察知したんだろうね。飯塚さんもすげえテンパった、俺に。で、それで、誰誰とか言ったら、いや、あみたいな。誰って。矢作さん、矢作さん、矢作さんって言うから、おい、ちょっと変わってよ、つって、俺変わって。で、聞いた時に、あ、そんなラジオだって俺も思ってたから。で、そしたらなんか矢作さんも、いや、ザキヤマじゃなくて、みたいになってるから、あれ、なんだろうな、みたいな。なんか全然受け入れられてるみたいな。せっかく今日手応えあって。なんでこれ、よっぽど手応えあったんだね。ラジオ電話でザキヤマしたら、まあまあ。評判はいいや、いいから。そうですよ。うん、で、それやってて、しかもほら、これラジオだってなったから、いろいろまあ大人の事情もあるから、あ、これはちょっと、そうか。どうなってるか分かんないから、一回すぐ、飯塚さんにね、あの、もう渡したんです。そうそう、もう飯塚さんと大倉さんだよ。こんな険しいこと。どうしようみたいな変な空気になってる、3分前ぐらいね。そっから3分前。そ, 分前そんな、わちゃわちゃが起こる、3分前。3分前に何が行われてたか。うん。いろいろとお会計誰がするみたいな話かな、うん、ね一応ちゃんと大水くんでしょ、うん、が笑わし合うみたいな、うん、笑ったら負けみたいなのがあったわけ、うん、結果大水くんが最終的に負けて、うんうん、じゃあ大水くん次誰と対戦したいっつって、うん、意外な人いるんじゃないのなんて言ったら、うん、じゃあ奥さんにいやいや、そんなこと言っても大倉さんはオッケーしないだろみたいな、どっち側で参加したいのって言ったら、いや我慢する方で行きたいです、大倉さんもう現役じゃねえぞって、どうする大倉さんって言ったら、もうやろうかみたいな、それが3分前3分目にこう立ち上がったぐらいでその電話が入ってた。ごめんごめんごめん、ほんとごめんね大倉、ごめん死にもやばいね、笑もうそこそこもう何十年ぶりに笑わせなきゃいけないみたいな状況の時にとんでもない事件起きてんなと思ってさその電話以降だってもう楽しくまでないでしょ大倉は。いやもうそっからだってすぐ来たもん、あすぐ来たんだ、そっからだってほら俺は笑わせるって大イベントがあって俺たちは興奮してたわけよ、うん、とうとうあのそう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 ベールを脱ぐそう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 もうその表として大倉ラバーガーのお水をガチで笑わせに行くみたいな違うお前何やってんのそこでワクワクしてて俺もその笑いそのギャグを見る前にしょんべん行きたいと思ってしょんべん行ったら飯塚さんがなんかテンパってたわけで、俺はその世紀の対決を矢作さんにも見てほしいと思って電話してんだ。だからちょっとポッドキャストではあるけどやってもらおういやこれはねこれはやってもらおう、これはやってもらわないお水はやってもらおう、これは本当にだからまあ矢作さんに見てほしかったから、これはしょうがない、やり見てほしかったっつも理屈も俺ほんとマジ切れたんだけどそれもう常識でわかんだろって木曜日はメガネビーチとかわかんない、今日メガネビーチで飯塚さんはこういうふうに来てんの、優しい人なのよ俺だけどあんな久々であんなポロッと言っちゃって発覚普段これだったらもう毎週サボってるみたいな感じで取られちゃって、こんなわかりやすいポロッと言った事件